うわ、静か。今度期は、専属フィルマーさんとですね、そして我が家の子供たち、娘とあと妻は行かないからもうね行かないから、次男が多分一緒に行くのかな、あ、ちょっと待ってください。口元のねマイクの位置がちょっとずれて喋りにくい。今日はちょっとヘルメットのかぶり心地がビシッと決まらんな。なんかそういう時ってありません？あの服装でもさ、なんかすんなりパッと着られて体にフィットする時と、なんかちょっとなんかおかしくゴワゴワするというかね、どうでもいい話なんだけど、ヘルメットとかね、例えばこういうグローブでもね、あのさっとこう装備できて、すぐにこう気持ちよくねライディングに入れる時と、なんか今日しっくりこないよなーとね、ヘルメットのこの被り心地とかね、この微妙なこうなんか位置とかね、気になる時ってありません？今日はそんな、なんかね、なんだろうな、落ち着きがないっていうか、ちょっと太った？ちょっと太った。あ、それかもしれんな。それはちょっと否定できない。ちょっと太いました。体重はそう変わんない、ほとんど変わんないんですがね、ちょっとね、お腹周りがね、ちょくちょく言いますけど、今日はもうちょっと街中ゆっくりしてみるか。そうそう、昨日ね、不幸があって、その時に冷服をね、出してきて、でもうこう57なんですが、まあ若い時にね作った冷服をね、直すこともなく、サイズ調整することもなく、着続けられてきたんですが、今回ね、ウエストがね、お、これちょっと、あれって、まあ入りましたよ。入りましたけれども、いわゆるお腹をね、ちょっと引っ込めてから、ファスナーやらね、このボタンやらね、閉めないと、あれって、いつもならこのすんなりねさっと履いてさっさっさっていくのに、あれ、これは
今日よかったギリ入るけど、あんまり無理な動きするとあのボタンが飛んでっちゃへんっていうあらまあっていう事態でして、ちょっと焦りましたね。もうまあどうしようもないですけどね、あの頑張ってあのおとなしく、してれば大丈夫だろうというそれぐらいのね太り加減だったんですけど、まあ今まで苦もなく履けてたねズボンが、これはちょっとさすがにあれ太るってこういうことって実感したちょっとびっくりしましたな本当に。どうしよっかな、いつも左からこの右、あ、じゃあ右からね左行こうかで、うお、滑った。マンホールで後ろのタイヤがずるっといきましたね。まあね、ちょっとあれですよ、そろそろ私もですね、まあ、わりかし新陳代謝がいい方っていうんですかね、そんなに太らない体質、太りにくい体質なのかな多分ね。でまあ運動したりなんかすると人一倍こう汗をかいたりはするんですが、少し今年の冬は、気を抜いてたのかな油断っていうの言い方はちょっとあれだけど、まあ運動もね本当にさすがにあの自転車やってた時の貯金がもうないですしはい、うまいようまいよジェラート栗、今年は1回もかなかったかな、まあいいや、なので、もうねそろそろ私もすんなりこう痩せられなくなってきたのかなと。運動をね多少続ければ少しはね体重が落ちてくっていう体質が、鈍化してきたというかね、